はい、おはようございます。佐渡伊藤酒店の朝から晩酌1号1へ、7月の1日、朝5時半過ぎです。週に2日を休んで、残り5日はウォーキングやっております。まあ酒とは全然関係ないんですけども、膝の手術後、何ヶ月しよう4ヶ月、5ヶ月ぐらいか経って、新潟の病院って先生に見せに行ったら伊藤手あんまり歩けませんと、リハビリとして歩けと言われとったんですけど歩けませんと言ったら、いやそれだったら杖ついて歩けやと、杖をついてでも歩けと言われて何を言うかこの先生はと思ったんですけども、まあそれに従うて杖はつかんかったけど、まあちょっとビッコ引きながらも頑張って歩き続けて、2ヶ月半が経って、まあもっと体重を減らせば楽に歩けるんだろうけど、それでもまあだいぶ、痛みがまあないというか少し和らいできたような、そんな感じを受けながら持ちながら、朝の散歩をしております。朝の散歩が、5時45分から6時半前40分間ぐらいかゆっくり歩いていい汗かいて、それあと最後に6時半からのラジオ体操、ラジオの放送を聞きながらやるという、そんなパターンであります。もうすぐ出発の時間になりますけども、はい、今日はまあもう梅雨入ったということで雨こそ降らんけも、まあ本当に湿気が多いというか、ちょっと動けばまあ汗びっちょりになりそうな感じで、もうどうでもいいようなシャツ着てこのまま汗かいたら入ってきたらシャワー浴びになるなという、そんな感じですが、まあ40分ぐらいか無理せん程度に40分気持ちいい汗をかいて、気持ちいい汗になる中、まあ湿気多いもんでいつも以上に汗は出るんだと思いますけど、そうそう、スタート前には必ず水分を取ってからいかんと、いけません。それも無理は効かん体になってきとると思うもんで、しっかりと取るもん取って、準備をしていきます。で 40分ぐらい歩いて最後ラジオ体操やって、でシャワー浴びて、そこから1日がまた始まるということで、いやもう1日は始まっとるんですけど、今日しっから7月、はい、夏のお酒のおすすめはやっぱり木本のドブプラス、ビールのドブビールか、あとは佐渡の相川の、関で作っとる寒元、どぶろく寒元のホッピー割り、度数は下がって、まあ、体には優しい塩梅になるだけど、味わいはキリッと辛口のピリッとその苦みが効いて、だけど米のうまみをたっぷりと感じられる辛口のドッピー、これおすすめです。この夏はぜひ皆さんやってみてください。まあ、美味しい酒飲むにはチートばっかりでも、体を動かして、いい汗かいた後に飲んだ方が気持ちいいだろうなと、美味しく飲めるというふうに、確信しております。体を動かした後にいい酒を飲んでみてください。はい、じゃあいい時間になってきたんでそろそろウォーキング行ってきます。以上、佐渡伊藤酒店の朝から晩酌1号1会でした。